星の創造。ミケランジェロによるシスティーナ礼拝堂の天井画より。天地創造とは、厳密には、ユダヤ教のヘブライ語聖書、キリスト教の旧約聖書、創世記における世界の創造のことを指す。宗教絵画などで、よく題材となる。ヒエロニムス・ボスの閲楽の園の扉、両翼を閉じると現れる外面に描かれた天地創造時の地球。おそらく天地創造3日目の大地、海、植物の創造時で、まだ人間は誕生していない、ユダヤ教、キリスト教の聖典である、旧約聖書、創世記の冒頭には、以下のような天地の創造が描かれている。旧約聖書学では、創世記の記述内容としての天地創造が起こった年代は、果たしていつだったのかについての推定が繰り返されてきた。ただし前提として、批評的な旧約聖書学では、天地創造物語は信仰書であり、信じている内容を記述しているということは、批評的なすべての学者が認めており、もはや実際に事実としていつ起こったことかどうかは研究、議論されていない。ただし、当時の人々がいつ起こったと考えていたのか、それはどういう信仰、根拠だったのか、などは研究されている。正教会では、西暦でいうところの紀元前5508年のことだとしており、これを元年とした世界創造起源を用いていた。1654年に英国国教会のアイルランド大主教、ジェームズ・アッシャーとケンブリッジ大学、副総長ジョン・ライトフットが聖書の記述から逆算し、天地創造は西暦の紀元前4004年10月18日から24日にかけて起こり、アダム創造は紀元前4004年10月23日午前9時と算出し、長らくキリスト教圏ではこの年代が信じられてきた。その他にも天地創造の年代には諸説ある。一般的ではない解釈も少なからず存在する。例えば、天地創造はある嵐で流された子供の認識順序を表したものだ、というものである。ありがとうございます。